どうも皆さんこんにちは、ユアヨンの弟子のクランキーです。さあ、もんじゃま、ついにたまりましたよ、また。はい、ということで弾いていきましょう。さあ、今回も格差値を狙っていくわけですが、なんと今回はこちらウリエルがね、入っていると。私、劇中ウリエルだけ持っていないんでね、というのも、いや、弁財天も持ってないんですけども、まあ、ウリエルがね、ウリエルはしかも劇中から外されてしまったと。で、そしてトゥーフアオールに格差値なんでね、まあ、トゥーフアオールも持ってないんで欲しいですけども、ウリエル狙っていきましょう。格差値狙いなんですけどね。さあ、行くぜ行くぜ、行きますよ。ウリエル出てしまえ、ここで。さあ、行くぜ。いや、よっしゃー、さあ、来い。ほっ、頼むぜ。あ、あ、あ、おー、光じゃないですか。光属性でウリエルではなく、今頃リコルすか。うん、リコルもね、まあ、俺らはユアイオンぜ強いとか言われたら、まあ、いかとなったよね。あんまいられない。いやと思いますけども。まあ、リコルね。まあ、持ってなかったんでね。まあ、よかったかな。はい、ということで、じゃあ今回は、これで終わりにしたいと思います。いや、もうウリエルはね、二度と手に入らない。二度と、一度も手に入らない。もう、絶対に手に入らない。はい、ということで、じゃあ今回、終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。